さあではね、今改めて小出演のためにテントに向かっています。最近ねちょっと暖かかったんですけど、今日は少し夕方冷えてきた感じですね。で、今日ちょっとね話してみようかなと思うことが、結構やっぱり大人になってからプロになろうっていう大変さっていうのはあるんですよね。でやっぱり生活しなきゃいけないので、働かなきゃいけない、お金を稼がなきゃいけない、そこをね抜きにするわけにはいかない、そこがねどうしても難しくて、で当然最初の初心者みたいな時はね、いきなり稼げるわけはないので、アルバイトしながらとか、でもそうするとどうしても疲れたりとかね、練習に時間を使うこともできなくて、でなかなかレベルアップもできないし、体力も時間もエネルギーも集中力も全部限られてるから、だん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 自利品になって年だけ取っていくみたいなね、そういうことが起こりうるわけなんですよね。まあ僕は大人になってから始めたから、もうやるしかないっていうね、大人になってからやろうと思ったら本当にもう乗るか反るかじゃないけど、ダメだったら本当にそのまま死ぬぐらいの覚悟で全部フルベットしてやらなきゃ何にもなんないっていうとこがあるんですけど、それを避けられる状況があるんですね。それが実家暮らしと学生です。まあ、もちろんね学生だったら学校行かなきゃとかありますけど、でも社会人だったらね、場合によっては一家を養うためにもしっかり働かなきゃいけないとか、そんなことだってあるわけで、それを思えば空き時間をね練習に使うってことはやりやすいと思うんですよ。そこの条件、有利な条件があるうちに本気でやりきって、社会人になって自分の仕事しなきゃいけなくなったらもっと厳しくなるわけなので、もう本当にここがチャンスだと思って最大限やりきるっていう風にできると、後から振り返った時に必ずみんな大人になるんでねその時に あそこで頑張っといてよかったっていうね、おかげで今があるみたいな状況にもなれるし、逆に あそこでやりきれなかったから諦めもついたとかね、そんな判断もできるんじゃないかなと思います。と喋りながら着きました。無事に小出演が終わりました。一応ね演技自体はノードロップだったんですけど、自分で動画を見返したんですけど、もう少し思い切りやった方がいいなっていうのを感じましたね。落とさなければいいっていうわけじゃなくて、まあ、自分しかわからないことかもしれないけど、本当にこう慎重にやりすぎてる感じがあったので、まあもちろんね、じゃあ思い切りやって落としてもいいやってわけじゃないけど、それも起こりうる覚悟でね、もうちょっとしっかりやろうと思った日でした。でね、いろいろ本番についての考え方を話したりしてますけど、一番強いのはね、例えば子供とか何にも疑問を持たないでもうパッとやってしまうっていう、それが一番やっぱり強いですよね。だけどプレッシャーを乗り越えられない人とか、そういう場合はやっぱり考え方とか普段の準備っていうのが大事になってくるわけで、だけどねその考え方とか準備だけにこだわりすぎてると、思い切りみたいなものに欠けてきたりとかね、だから結局はストレスなくできるぐらいまでしっかり練習するっていうね、技術に余裕を作るっていうのが本当に王道というか本質なんですけど、だけどそれでも嫌をなしにね本番はやってくるから、じゃあどう乗り越えるかっていうことでね、まあ明日日曜日ですけれども、しっかりまた朝から練習していいショーをして、で月曜日にねちょっと月か
休園日なんですけど、久しぶりにドレスデンに行こうと思いまして、僕の友達のコンタクトジャグラーケルビン・カルバスを訪ねてね行ってきます。で、もともと行く予定だったんですけれども、彼の一家がね3週間前ぐらいに1回コロナになってしまってて、まあ、3週間経ってさすがに大丈夫ということでね、ドレスデンも実は今まで3回ぐらい行ってるんですよね。だから久しぶりのジャグラーとかね、みんな会うのも楽しみかなというのがありますので、まあ、でもね、まずは明日いいショーをする、そこに集中していきたいと思います。というわけでね、今日もご覧いただいてありがとうございました。